1の1、へそを曲げる。あ、挨拶忘れてたんだぜ。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。3日間プリンを食べてなくて、禁断症状が出てるゆっくりヨウムちゃんだよ。そして皆さんご存知、絶世の美少女霊夢様だよ。このコースは、初代マリオの1の1がへそを曲げて、垂直になっちゃってるんだね。今までにもいろんな1の1をやってきたけど、垂直になってるのは初めてだよ。まったく、よく考えつくもんだよな。飛び降りちゃったけど、大丈夫かな。霊夢、ツタがあるからこれを使って進めるよ。うん、わかったよヨウム。上に登っていかないといけないから仕方ないけど、多少本家にはなかったブロックも混ざってるんだな。そのおかげでこっちは楽ができるけどね。登れない。まったく、こんなとこでつまずくの霊夢くらいだよ。マリオメーカーもだいぶやってるのに、まったくうまくならないな。向上心がないんじゃないか。クリア後のご褒美をもうちょっといいものにしてくれたら私頑張れるかもしれないよ。今は何をもらってるの？プリンを、たったの30個だけだよ。うわぁ、それじゃ足りないよね。せめて50個は必要だよね。お前ら、ウプ主の財布の状況も少しは考えてやれよ。給料日の直後だというのに、もうほとんど残ってないんだぞ。え、なんでなんで？先月何回もワンコを病院に連れて行っただろう。保険で少しは賄ってるけど、それでも痛い出費なんだぜ。まったく、私たちとクール、どっちが大切なんだろうね。そりゃ、クールだろうな。はい、戻ってきましたよ。今度は真面目に実況やっていくよ。さっき失敗した時、ここにクリボーがいるのが見えたからしっかり踏んでいくんだぜ。今度はうまく進めそうだね。さっきもツタに反応できてれば落ちなくて済んだんだけどね。今のとこって、原作だとスターがあったところだよな。うん、でもこのへそ曲がり畜生命コースじゃ、ちょっと取れないかな。あれ、このコースそんな名前だったっけ。よせヨウム、その話に乗ると、またどんどん実況から脱線していってしまうんだぜ。あ、危ない危ない。あの赤まんじゅう、そんなことを狙ってたのか。さっきから二人してなんなのよ。私をいじめてそんなに楽しい。私たちはただ事実を述べてるだけなんだぜ。なあヨウム。私はまだ動画に出始めてから日が浅いからよくわからないな。マリサがきっかけで実況が脱線していったことも、結構あるような気がするよ。ヨウム、この裏切り者ね。あ、このマリサはヤバいやつだ。ヨウム、とりあえず私を悪者にしていいから、うまくやった方がいいよ。この動画が霊夢のせいでダメダメにならないのは、マリサがいるおかげだよね。そうそう、本当にマリサ様様だよ。霊夢、ヨウム、ようやくわかってくれたか。私は嬉しいんだぜ。では、いいねして次のコースに行きます、と思ったんですが、録画ミスしていたようです。この埋め合わせはまた今度、今日は短いけどここまでです。ご視聴ありがとうございました。